はい、皆さんこんにちは、ワナレグルビッシュです。では信長の予防大使、大使両乱真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。で、前回ですね、南部と開戦して南部攻めを行っているところだったんですが、各国いろいろ動きが激しくて、最上義明は上杉に対して宣戦、さらに、兄貴信幸は娘の嫁ぎ先である佐竹家に宣戦ということで、いろいろ動きがあるので、雪村としてもまずは一刻も早く南部を屈服させて伊達家中を取り込んだ安藤家を、ターゲットに今後の戦略を進めていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。兵糧がですね、少しまた余裕がなくなってきてはいるんで、兵糧の確保と、あと、引き続きお金の確保ですね、ここもしっかりやっていく必要があるかなと思っています。で、今4月でまだ兵糧が入ってくる9月まで少し時間がかかるので、兵糧を、少し買っておきましょう。ありがとうございました。もうこの大使は本当に、兵糧の消耗が結構シビアなんで、兵糧のマネジメント、お金のマネジメントが結構重要になってきますね。包囲するぞ。春政軍ですね、総勢が5000、味方が12000、普通にやれば勝てるけど、私の力、ここはお見せしましょう。例によって全軍突撃で一気に蹴りにしましょう。ちょっと全軍突撃の脆さも分かってきたんですけどね。一時期はでも全軍突撃が一番いい作戦かなとも思ったんですけど、簡単だしっていう、この雪村に続け、攻撃力高いしっていうのあったんですけど、全軍突撃って脆さもありますよね。兵が後ろに引けないんで。敵の居所が分かりました。我が槍の届くところよ。やりたい、前。敵の居所が分かりました。振り込みに合わせて味方の部隊に動かすっていうのが、なんか一番いいかなって気もしますよね。そう考えると。さあ、敵の本陣どこにあるかわからないですが、このまま一気に突撃を敢行して決めましょう。見誤ったか。射抜くのです。掴んだ勝機逃しはせぬ。息のね、止めてくれよ。もう前衛の3人がどこまで頑張ってくれるかだな。まあ、特にやりたい、前。雪村兵数がちょっと減ってますからね。我らが力示すは今だ。これほどとはな。見誤ったか。もし一旦突撃が終わったんで、このまま押し切りましょう、敵を。始めよ。で、狙うはご命令を。ご命令を。我が策、お聞きくだされ。我が策、お聞きくだされ。今は引く。負けにくさか。引くぞ。下中、始めるぞ。始めるぞ。我が命に従え。我らが意地、見せてくれようぞ。放て。足軽隊、前へ。ご命令を。始めるぞ。
ゲチ、覚悟しろ。橋を止めたいな。六門戦の旗を掲げよ。書かれているんで、まあ、戦はね、もう蹴りがつくかなというところではありますけど。我らが意地、見せてくれようぞ。これで南部を取れそうですね。南部を取ったら9月まで兵を休ませた後に、で語り草にするがよい。安藤家を叩いて伊達家中を一気に、我が物としましょうか。かたじけない。じゃあ強行で攻め切りましょう。この城、雪村がもらい受ける。ようやくね、ここまでも戦に次ぐ戦をしてきたんですけど、ようやく一つの大名家を滅ぼしましたね。で、基本全員登用していきましょう。まあ、南部はじめ優秀な武将が一気に増えたんで、少しは家中のやりくりが楽になるかな。そしたら兵を引きます。戻るぞ。今回はね、兵糧切れで飢えるっていうことなく南部を叩けましたね。で、津軽とはこのまま、吉見を通じたまま次の標的になる安藤家ですが、安藤家のちょっと状況を見ておきますか。特にどっかと同盟を結んでるっていうことはないな。となると津軽、最上と結んで一気に、攻め上るっていうのがいいのかな。ただこの時もね、結局同じで、こっちが頑張って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 、安藤を削っても最後に漁夫の利を取られる可能性があるんで、それはちょっと避けたいんですよね。で、同盟の期限が切れそうって言われてるけど、同盟の延長ってどうするの。全然延長したいんだけど。ガモン、少なくてもガモンは延長でしょ。延長みたいのができないんだよな。すでに同盟していますって言われてますけど、いやいや、それは分かってるんだっていうところなんだよな。しょうがない。じゃあターンを送りますか。で、雫市御所、全部で5つ城があるんでしょ。5つの城を全部攻め切るのは難しいんだよな、どう考えても1回で。ってなると、やっぱり9月を待ってっていう感じですね。9月を待って、そのタイミングで攻めかかりますか。まあ、おそらくね、苦戦に次ぐ苦戦が待ってるんじゃないかなと思うんですよね。強いんで、伊達家中を抱き込んだ。で、蒲生とは期限切れ、津軽とも期限切れ。まあ、この辺りは一旦同盟を延長しとこう。今思えば、津軽とは6ヶ月じゃなく12ヶ月にしといてもよかったかなという気はしますが、今更なんで。何、津軽が延べ地城を狙っている。いや、津軽さんとは一旦は停戦しよう。津軽は何、こっちに対して敵視。かしこまりました。なると安藤家は一旦このままにしておいて、津軽攻めを先にするか。津軽は延べ地城を狙ってくる構えがあると。ただ津軽はどうなんでしょうね。今この状態ではっきり言って先端を開かれても困るな。まずは人を入れよう。何はともあれ、延べ地城には、そしたらそれこそ南部を入れておきますか。いや、南部を入れるなら九戸の方が
まだ英数が多い分いいかな。そしたら相馬、いや相馬、相馬送る、相馬送っとこう。相馬送って、相馬一族を送っておきますか。で南部はやっぱり当初の、いやー九戸には九戸入れようよっていう気もするな。まあ気持ちの問題ですけどね。八戸と九戸を送ろう。九戸には七戸も送る。789。承知いたしました。で延べ地上に南部を置くか。いやでもな、南部延べ地上ちょっと危ないからな、速攻でその陥落する可能性があるんで、まあここは南部を置いて南部をミスミス失うリスクがあるぐらいだったらやめておこう。かしこまりました。で親善もできないんだよね。あ、津軽できるといえばできるか。何が望みなんだ津軽は。かしこまりました。敵視していて交渉に応じる気はないけど親善には応じてくれる。で宇治里とは同盟の再締結ができたので、この先ですね。先月の終始です。表情始めるとしましょう。まあ北ちゃんは最近やる気見せてくれてるな。一時ねやる気全くなかったのでどうしようかなと思いましたけど、雪村がいけてないよな。まあ戦闘特化とはいえ、農作業改革やりたいけど、草刈り効果が上昇か。うーん、草刈り効果って感じじゃないんだよな。統制不足やるには軍事が105、商業が55、これだな。あとは高速行軍、石膏配備、石膏配備先にやっとく。これ奇襲受けること結構多いからね最近。なんで先にそれをやっちゃいましょう。であとは領内に金銀鉱山があったかどうかっていうのはこの後確認してからやってしましょうね。効率の問題があるのですぐに確認しましょう。で領内にあるかというと早速見て回ると、まず北から見てきますか。温泉とかね漁港はあるけど、いわゆる今言っていた、ああでもここに鉱山はありますね。ここも鉱山、金山がある。いやーやっておく。そしたら金山鉱山それなりにありそうなんで、といっても1個ずつぐらいですか今のところ見つけられたのは。あとは温泉とかだよね。まあ、金山鉱山あるけど銀山はないかなっていう感じですか。じゃあここまで見た感じだと、まあ、いかにもねこの両国が縦長に伸びているので、いわゆるその戦争をするときに兵糧の消耗が激しいんですよね今だと。特に津軽を食うとなると津軽の国力がどのくらいあるかっていうのをちょっと見ときますか。津軽は兵数が2万8000か。これ総力戦になると結構手こずるんじゃない。だったら安藤家の方がまあ戦いやすいっちゃ戦いやすいですよね。まあ真田家、雪村家はね一つ軍を抜いているかなっていう感じはもちろんしますが、しますが北条もでかくなってるな。で義重とかも危ない感じだよね。となると
やっぱり真田に雪村が頑張ってあげる必要があるな。でだ、いまだに為信津軽はこちらと交渉する気なし？敵視される理由が何もないんだけど、安藤家叩いてから津軽っていう段取りにしたかったんですけど、ちょっとそれが難しそうですね。まあしょうがない。そしたらできないことをうだうだしていてもしょうがないので、できるところからやっていきますか。かしこまりました。で続いて、その津軽家と対戦に及ぶにあたって、やっぱり兵糧の確保が重要なんで、今7月でしょ、兵糧をどう確保していくかだな。まあ、まずはなんといってもお金で兵糧を集めるっていう策が一つと、もう一つはね、単純に兵糧収穫を上げるかっていうところなんですけど、まあ、どちらも今更感あるからな。報告いたします。先月の収支です。あとは伊達がどっちにつくかだな。いや伊達じゃない、安藤家、もはや伊達家と言っていいですよね、きっと。この安藤家に関して言うと、ちょっと安藤の家中をどんな感じか見てみますか。家臣団の構成がどうなってるか。まあ政宗、重真、森安、もうこの辺りはもうね、大名クラスですからね。で久の兵とかもこっちにもいるっちゃいるんだな。いやこれは間違いなく苦戦するな。政宗、種宗あたりはもう完全にね、雫石御所、独孤城とそれぞれ城主になってますもんね。重真も城主か、森安も城主。だってここ固有の大使持ってるのが 1,2,3,4 人いますもんね。いやそりゃ強いよなと考えると、春政もちょっとこのまま置いとくともったいないよな。よくよく考えると、春政を移そう、場所を兵の多い場所に変えた方がいいな。どこが兵が多いかっていうと、岐阜城とか兵多い、いや少ないね、むしろ。飯野平4500。でも今後のね、津軽戦を考えた時にはやっぱりね、ちょっと北の方に置いておきたい気もすんだよな。九戸、野辺地、明星城多いね。明星に南部一族を置く？そしたら逆にそうか、明星から人を引き上げる、どっかに人が少ないところにいるようだったら、まあ小高に一回引き上げるか、まあ、小高にこんなに人いるのかって話もあるんですけどね。まあこれで南部固有の志を持ってるから戦闘にどう生きるかって言われると何も生きては来ないんですが、まあいいでしょう。かしこまりました。金銭の収支がだいぶ良くなってはきてるね。かしこまりました。
で9月で兵糧が33,000、もうちょっと入ってきてほしいから、もう1年ぐらい我慢して見守ります。長宗我部もだいぶ大きくなってるな。ちょっと油断ならない状態ですね。ちょっとね、このタイミングで津軽なり安東なりが合戦を始めてくれたりするとすごく戦いやすいんですけどね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。津軽と一戦交えるか、安東家と一戦交えるか、ちょっと悩ましいところだな本当に。ここはそれとももう一年待つか。三春城は全然流民が入ってこないね。流民法政策的なもの、流民が増えますよみたいなのはちょっと考えた方がいいかもしれないな。かしこまりました。足軽をねちょっと入れすぎているっていうのももちろんあるのかなという気がするんですけどね。足軽が流民にほぼほぼ使われてしまっていると、もちろん流民が増えてこないっていうのは出てくるのかなとは思うんですけどね。かしこまりました。小高とかどうなってんのかな。かしこまりました。小高とかも全然いない感じ。手盛りもいない。飯の平はどうなってる。飯の平は逆にいっぱいだね。かしこまりました。しよう、まあ、こんなもんかな。そしたら今回はね、また進出できるところがだいぶ減ってきちゃったかな。そろそろ合戦をして領地を巻き上げにかかるとなると、やっぱり安東家なんだよな。先に先端開きたいのは最上から出兵依頼をして安東家を叩こうで、一気に今度こそ伊達家中を取り込みたいですよね。そのための策をちょっと練っていきますか。ちなみに今各国の状況を見るとこんな感じですね。やっぱり北条が大きいなっていうのと、上杉も大きくなってますね。であとは上宗我部、石田も頑張ってるなっていう印象がありますね。ただ石田は兵数26,000か。うわ、上宗我部兵数120,000ってちょっと頭一つ抜けてるな。これ長宗我部が天下取るな、おそらくこのまま行くと。そんな感じすらしますよね。そしたら安東家との先端を開いていきましょう。まあ地理的にも安東家の方がまだまだ戦いやすいかなというところもありますんで、ただ兵糧がないんで1年ぐらい待ってから先端を開いた方が、まあ、無難かなっていう感じがしますね。ちょっといかんせん兵糧不足に陥るリスクが高いんで、そうするとまた兵糧を巻き上げるための工作を考えなきゃいけないな。兵糧を分けてくれとね、ちょっと言わないといけないんだけど、兵糧を分けてくれそうなところはもうないか。かしこまりました。とりあえず安東家、これから合戦を仕掛けようかという安東家に兵糧を頼んでみる。おっと、先に津軽から合戦か。まあしょうがないね。佐竹から、いや兵糧一番はでかい。我が領内に敵が迫っております。よし、迎え撃ちましょう。こちらとしても強襲したいけど兵の数が足りなすぎるな。
そうすると三戸に兵を進めましょう。総勢兵の数でいうと29,000か。そしたらちょっと一部の兵を配慮して部隊を追加しようか。最上隊とかは出てきてくれない？これを見るとそうか、援軍の要請してないもんな。いや、まあとりあえず自分たちの兵だけで戦ってみる。まあこれだけかな。飯平とかから兵を出すと1年かかる、2ヶ月弱かかるんで、3万の軍勢で一気に、じゃあ津軽領を侵攻しますか。出陣する。津軽から宣戦布告を受けましたね。はい、というわけでちょっと今回は逆に短めにはなってしまうんですが、津軽との合戦に及んでいきましょう。まあ、やっぱりね、この9月兵糧の収穫が終わって農作業が一段落ついたタイミングで各国動き出しますね。勝家も上杉に対して宣戦布告出してますよね。というわけで次回少し動きがありそうです。というわけで今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ続きの応援もよろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。